心肺停止という状況らしいんですが、どういう形の被害かまだよく分かりません。まあ、いずれにしろ注意しなくちゃいけないのはね、三陸沖というのは非常に地震の発生で有名なところだけど、それ一箇所じゃなしにですね、茨城県沖に下がってきて、さらに専門家の意見だと震源地がですね、プレートとのかかりなんでしょうけども、南にですね下がってくる可能性があって、異なるところやっぱり東京、すでに千葉県にも大きな被害が出てますしね、特に東京湾というのは一種の閉鎖水域ですから、ああいうところにですねやっぱりその水量が増してくると、袋小路みたいなものでね、沿岸の被害というのは非常に起きやすいんで、これからも十分に注意しなくちゃいけないと思っています。こういう時にね、首都圏で合意して作った首都圏フィーマが役に立つわけでね、いちいちその内閣、特に今のあんまり有能といえない内閣の危機管理としても何もできないと思うんでね、やっぱり私ね 9.11 でちょうどワシントンにて体験しましたけども、もう関係の県相互でね連絡取れるみたいな、そういうカウンターパートちゃんと分かってますから、特に千葉県に被害が起こってるみたいでね、千葉県とは連絡取りながらもできるだけの協力はですねしていくつもりでおります。ただこれからその被害がね、さらに東京に及ぶということになりかねないし、今程度の損害で済めば他県に比べてありがたいことですけどね、その専門家言ってるみたいに震源地がだんだん下に下がってきてるってことはなかなかですね、これ予断許さないと思います。特に伊豆諸島のですね周辺というのは、例の三宅島のですね災害が起こった時に専門家は非常にその注目したんですけども、なんかあの辺りってのは3つのプレートがですねちょうどぶつかっているところなんで、その新島とか神津島で被害が起きましたね、三宅島の爆発で。その時にですね、そのもしね、その要するに震災のエネルギーというものが連動してですね、三宅島でない隣の要するに2つのプレートに連動すると富士山が危ないことになるかもしれない。そうなってくると首都に非常に影響ができるということを専門家はね、非常に憂慮してましたけど、幸いそうでなくて、行ってみるとですね、ボロいアパートでね、木造のアパートでね、こっち側で乱暴な若者が相撲取ったら隣の部屋に響いて、隣の部屋の棚から物が落ちたという程度の連動性ということで安心でしたということを専門家に聞きましたが、前にも皆さんに言ったと思うけども、その時聞いたことです。私は知りませんでしたけどね、アメリカの今領土になってるウェイクじゃない、なんだっけな、ミドウェー、あそこからですね真東や真西へね1000マイル北、日本の近海にその始まるですね海底火山の脈があるんです。それでね、それは日本列島に沿ってずっと北上して、最後はアリューシャンを経てですね、アラスカカムチャッカに至る世界最大のその火山帯の一部なんだけども、一番南端のですね、海底火山の名前が日本の天皇の名前と神武、それが神武水で案内と交渉、皆さんあんまり知らんだろうけど昔のことを覚えてるんですがね、歴代の、ね、天皇の名前がずっとついて、一番北端の海底火山のですね名前がですね、名前が知りませんが、何でも江戸時代の、ね、天皇の、ね、名前がついてるそうですよ。それぐらいね非常に数の多い、ね、海底火山がで、実は日本のすぐですね、東岸東側の海底にこう並んでるってことはね、これはやっぱり我々の国土がね世界最大のファイアリングの上にある、火山帯の上にあるということの一つの証左で、そういう点でね昔から、リアス式の海岸の多い東北の沿岸というのは、太平洋沿岸というのは、津波で有名なとこでした。私たち小学校の頃は山の上に住んでる塩屋さんがね、ふと見たら沖からそのなんだ
津波が押し寄せるというのが分かったと。で村の人たちはねそれ知らずに仕事に励んで気づかずにいるんで、もうね鳴らすにも金がないしどうやってみんなの注意喚起しようかと思ってせっかく取り入れて干してある自分のですね家の稲作に、火をつけてね、その煙を見てねそこにあの村人がね庄屋さん助けに上がってきたら実は本当は津波が来たという、まあ、小学校の教科書に出てましたよ。そういう物語があるぐらいねあの地域って非常にその地震の多いところですけども、まあ特に、ね、今度その宮城県の沖からさらに茨城県の沖に震源地が2つ移ってですね、まあ、さっきみたいな大きな地震が続いたってのはこれやっぱりその日本の歴史の中に刻まれている大地震の一つになるんじゃないか。特にさっき、まあ、映像でですね津波がねあのどん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 侵食して、あのプーケット島ですか、あれかつて大国だったあの津波の映像もすごかったけども、そんなもんの火じゃないですね。やっぱりいろんな施設があるね、あの三陸の沿岸をですね津波が侵食して、ねあのアクタといったってただのゴミじゃないんだ、自動車とかね建物とかガソリンタンクを、ね、含めたその、ね、濁流が侵食していく光景ってのはこれあの私プーケット島ですがあの映像を見て驚きましたけども、そんなものの火じゃないですね。まあ、あの大事なことはですね、3時半、いや15時50分、4時ちょっと手前で14件の火災が発生しておりまして、東京消防庁はそれに対応しています。それから JR その他の電車についても全面的に運転を見合わせております。駅周辺では混乱が予想されているので二次災害の恐れもあるから、とにかくねその皆さん冷静に行動していただきたい。まあ、その他の被害情報についてはですね、鋭意収集しておりますが、まあ、あの今限りですねで言いますとね、その九段会館でそういう犠牲者ができたと出たということであります。私から今中間報告申し上げるそれだけですけども、質問されてもねもうねなかなかその情報が完全に集まってないから答えにくいんだけども、まあ、どうぞ。はい、こういう時こそあのいわゆる都民の皆さんがですね、共助という形 で、 そうです、ね、お互いで何かこう慌てふためいて腰が落ち着かないような人たちに落ち着きましょうよとかですね、声をかけ合うとか、そういうふうにして一つでも被害を軽減することがとても大切だと思いますし、知事からですね都民の皆さんにまず落ち着くこととか、こういったことはやっぱり大切じゃないかとか呼びかけをお願いしたいんですが。わかりました。それはあの鋭意ですねこれからの繰り返して申し上げますけども、落ち着けたってこっちが落ち着けなかったからね、さっき会議中に天井落ちてくんじゃないかってみんなでね机の下に潜っちゃったんだよ。さあ本当にねあのよく揺れますなこの建物は、誰が作ったか知らねえが本当によく揺れるね。この間もなんかね地震があった時に私たまたまその日は休暇だったんでいませんでしたけども、あのあれですね、えらい揺れたみたいですな。まあ、揺れることが逆に安全を保障してるのかもしれないけども、しかしあまり気持ちいいもんじゃないね。僕はヨットで式の間に乗って揺れてるけど、ああいう揺れ方ってのはやっぱり苦手だな。まあ、これからねその震源地が南に下がってね、どういう形で出てるか分かりませんけど、その時はやっぱりまさにねそのまず自分で自分助けるねあの準備をしといてもらいたいし、さっきもしかし仙台かなんかの街頭の様子見たらね、抱き合って怖がって親子の横でタバコ吸いながら歩いてる男の人の左ね、それは人によって受け取り方は様々でしょうけどね。それからやっぱりねこの上からね迫っていくバーズビューでねそのずっと映像を映してるでしょ、やっぱりそのねひたひたひたとね音もなくね迫ってくんだね、水がいろんなもの浮かべながら、そう見てて危ないなと思う間近をね知らずに自動車で走ってた歩いてる人がいてね、やっぱりその津波ってのはね勢いがあって奥へ入れば入るほど何とか気づかれにくいっていうんですかね、これはやっぱりね非常に参考になりましたね。はい、ということであります。どうぞ。また改めて
て時間を置いたときに収集視察されたときに会見をやられるんでしょうか。さあ、まあ被害状況ですね、そのなんていうのかな、怪我人が出て、まあね、その報告は聞くに済めばそれもしたことないけども、まあね、今ぐらいの地震で今ぐらいの損害で済めば、なんていうのかな、逐次専門筋からの報告あると思いますけども、ただまあね、本当に震源地が下がってきてるのは怖いんでね、この先どこでどんな地震が勃発するか分かりませんが、まあ皆さんも注意してください。何かありますか。どうぞ。ですけど災害対策本部の設置はの予定はまだないということでいいんでしょうか。今はまだねしてません。でこれからの状況によってですねいたしますけども、そんなに広範囲にね大きな損害が出たわけじゃありませんから、東京に限って言うと。今の危機管理官の下で速報体制本部を立ち上げてやっております。またそれは連絡いたします。さっきもイライラしたんだけどね、なんか機材を取り替えたばかりでね、せっかく飛び回ってるなんていうのかな、消防庁の、ね、ヘリコプターがどこで何を映してるかさっぱり分かんない。大体分かるものは分かりますよ。さスカイツリーが分かったらね、あこれはお台場だとか。ただやっぱりこのね、普通の平たい町場でね、ビルが建ってる町がどうなのかさっぱり分かんないんで、あれもやっぱり早く整理してちゃんとした機能性にしなさいと言ったんですけどね、ちょうど何かその、ね、システムを変えたばかりだったんで、はい、それじゃあ